皆さんどうもピーマンドです。シリーズ実況50回目の今回は3月の27日の中日ドラゴンズ戦一戦プレイしていくからね。この試合というのは新加入田中将大今季2度目の登板になるゲームなんですよね。前回の登板では11失点一言井川が登板したと言ってもいいくらい無様なピッチングを晒してくれたからね。やっぱあれ見ちゃうとですね、今後マーク見るたびに俺はどこか手が震えだし、ゲロも吐き、クソも漏らし、何もかも排出する男になるますかな。やっぱね、信頼を取り戻すためにも今日マー君を使って完璧に抑え、今季1勝目を挙げる、そういうのをですね、この1試合のみ、プレイしていきたいと思います。ほんでチームは現在4連勝ですからね、勝てば5連勝という連勝の流れでマー君にバトンが回ってきたなら、マー君それを止めるわけないでしょう。今日のマー君の調子は普通。ほんで相手先発は西ですから、西もなかなかいいピッチャーなんで、まあ、先に点やったら負ける流れに入るじゃないかな。でまあうちはですね、今気づいたんですけど、88年生まれの選手っていうのがめちゃくちゃいるんだよね。田中マー君もそうですし、あの斎藤佑樹もいます。で野手ではね、坂本勇人と、あと秋山もね、これ88年生まれの選手なんですよね。同じ年代のプレイヤーがね、ワンチームに4人もいるというなかなか珍しいことではありますが、そういう選手たちが今日マー君を助け、もしかしたら見れるかもしれないよ、マー君と斎藤のリレーがね。今日の1試合は田中将大に注目して、プレイしていきますのでね、しっかりと抑えましょう。あ、そうなんだね、通算100勝にもリーチかけてるんだ。あ、それ知らなかったな。はあ、マジか。そんな記念すべき勝利をもしかしたらこのゲームで上げれるかもしれないってことだね。できればね、今季初登板のあの開幕戦で上げたかったですけど、まああれはなっちゃいましたから仕方がないね。さあ、中日ドラゴンズを抑え、記念すべき通算100勝目を新たな球団巨人で上げていきましょう。まあもう巨人の生え抜きみたいなもんや、マークはね。ただね、ほんと前回はね、めちゃくちゃ一発を浴びたわけですよ。そこ注意していかなければならない。決まってたんだけどね、失投を投げてたってわけじゃないんだけど、ポンポコポンポコ打たれた。まあ横浜打線だからっていうのもあるけどね、うん、ですからもう今日はほんと一発を浴びないように注意しながらだね。うわー、これだよね、簡単にスプリットが打たれる。なんだろうな、全く通用してない。まあ、なぜ打たれるっていうと、スプリットで攻めまくるからだよね。他の球種でいこう、そりゃね、投げるって分かってたらある程度打てるわな。ちょっと俺はね、スプリットで攻める癖がある。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、はい、井川が登板した。今日もか、今日もなのか。本当にこうやって軽々打たれんの意味不明なレベルでね、どういうことやねん、全く抑えられへんやん。いや、不自然なレベルで一発を浴びてるからね、今季は。マー君だけじゃないよ、前回プレイした阪神戦もそうだよ。際の際攻めても打たれてるんだよ。早くもツーランで2失点。なんかもう無理っすわ。そして新加入の角中だね。どこ投げても打たれてる。そう、ただヒット浴びてるってだけなら、まあまあしゃあないよ。そういうわけじゃないからね、それが全部ホームランになってんの。何なんだろうね、何が原因なのかわからん。この打球も強いし、そしてこれだし。さあ、取れたのは1つのアウトのみ。強打を軽々三振取った時は今日はいけると思ったんだけどね、どうやら無理そうだ。どうだ、これは坂本不正だね。はい、ゲッツー。3点目はやらなかった。でもこのピッチング見てると2回にまた燃えるよ、この子ね。また井川出すよ。出るよ。もうずっと井川出しっぱなしですから。しまえ、それ。汚ねえから。出したまんまやね。出したまんま来んなって忠告したろ、お前。なんでこうなるの、本当に。でもやっぱ打線はすぐ取り返してくれる。まあこれはマー君の援護力っていうのもあると思うんだよね。不思議な子ですから、マー君、神の子、不思議な子。ノムさんが残した言葉だよ。まあそれもあったが、あの24勝だからね。やっぱあの24勝っていうのはマー君のね、ピッチングもそうですが、運も絡まないと無理なことなので、ダルビッシュも言ってましたよね。ほんと不思議な子。でも今別の意味で不思議だわ、なんでこんなホームラン浴びるんだろうと。
なんでこんな被弾するんだろうと、そういう意味でちょっとみんな不思議がってますね。打球が飛ぶんだよ、とにかくゴロが全くないっていうね。なんか隠し特殊能力でもついてんのかっていうレベルで打球が上がるからね、ほんと不思議だわ。一発ってそこまで悪い特殊能力なんだね。一発が関係してんのかいまいち分かんないけど、田中専用の隠し特殊能力ありそうだね、ちょっとここまで打たれるのを見ると。一発って嫉妬を生きやすくなる的な能力じゃなかったかな、確かね。同じだったんだろうな、関係ないんだよな別にね。あー強打、またもや三振です。2回はゼロでいけたけどね、この回もヒット浴びてますから頑張るしかないわな、もうやらないように。通算100勝とあと今季初勝利がかかったゲーム、まあ、ここからはマー君の真骨頂が出ればいいけどね。やっぱスロースターター発動してるのがきついんで、それもあるんだよな、初回に打たれるのは。早いなんかでダダダって失点許して、そういうパターンでしたから、まあ、今回も早いパターンで失点は許したが、その後抑えればいい。先ほどホームランのアルモンテ、まあ、そのアルモンテが異次元な数字残してるっていうのがまず怖いわ。マー君あまり関係なかったもかもしれないね、アルモンテに打たれたのは。ただこいつがすごかっただけだよ。化け物じゃねえかお前、神モンテやろこれ。はい、スプリットお前ちゃんと決まれば打たれるな。安易にインコース攻めすぎなのかもしれない、もっとコースばらけた方がいいね。打たれてるのこれ全部インコースだもんね。はい、完璧だね、これぞマー君って感じ。球数少ねえし、なんかようやく巨人のユニフォーム着て初めて、あ、マー君いるって感じがしたね。まだ感じただけ、実際にまだいないから、まあ、これがその後も続けばいいけどね。怖いな、またいつあれが出てくるんだろうなんでこんなビクつきながら野球やらないとダメなんだよ、ほんと。野球ってもう楽しくやるもんでしょ、楽しくやらしてやん。はい、でスライダーは、はい、っす。まあ、でも最後のヒット浴びたんいつだ、だいぶ浴びてないよね今。何、5人6人連続アウト取ってるんじゃないかな。まあ、完全マー君ペースに入ってきたって感じですけど、よし、ここも抑えたね、オッケー。結果ここもゼロですよ、ね、よくなってきたね、ヒットも浴びなくなってきたし、まあ、これを本当初回からやりたかったんですけどね。よっしゃ、で1点も入った、おーし、勝つための条件揃ったよ。さあ通算100勝、そして巨人での初勝利をあげようぞ。まあ、とりあえずマー君いけるとこまで行こうと思うわ、うん。そしてそこからもしかしたら斎藤がどうだろうね。でもちょっと斎藤もね、任すほどの余裕も今ないので、あまりそういうこと考えない方がいいかもしれない。勝ち優先で話題性を取ってはダメだよ、話題性を取った球団は弱いよ。あくまでも勝つためが、勝つために何をすべきか、何をやるべきなのかしっかり考えていかないと。まだちょっと斎藤を任せるほどの点差ではないかな、もっと空いてくれないと。まだビクついてるからね今俺、手震えてるよ。三振です、完璧です、いいね。で強打、今日2打席連続三振、これ強打だから1打席目アウト取れてなかった、多分まだ1回俺プレイしてたと思うよ、終わってなかったよ。 あの1つのアウトがあったからこそのあのゲッツーで取れただけの話だからね。ただここで打たれる、そういう話題を出してたら打たれる。何始まんの、地獄の門が開いたかな、なわけないだろう。もう閉じてんだよ、もう開くことねえんだよ、抜けてゆく、嘘でしょ。わあ、強打そのままホームイン、これで3失点、よくないですね、この時点でよくないわ。抑えてたんだけどね、ほんでここでアルモンテっていうのもまたちょっと嫌な相手でしょ。これも落ちる、え、なんなの、なんかまた急に始まったんだけど、ホームランとはまた別の形でね。抑えてどうぞ、急にスイッチ入れんなよ。はいはいはい、正面正面正面、もう結果1失点して合計3失点、内容クソっすけどね。まあ、とりあえず QS まで行こうよ、そこからどういうリレーで行くかっていうのは考えるわ。権利は得たねこれで、ただ不安な点差だよまだね。良くなったと思えば悪いマー君が顔を出すからね、本当に今のところ全く期待ができない、ポストシーズン任せられないマー君ですねこれは。
ならんな、二軍落ちしてもおかしくないマー君だわ。なんかどっか痛みでも抱えてんのかな、不安になってきた。いろいろ結果がついてこないからね。何か痛いのかな、何かあったのかな。気になるわ、私生活で何かあったのかもしれない。好きなアイドルグループが解散したとか、熱愛発覚とかありそうだね。マー君の場合はももクロあたりが何かありそうだわ。そもそも2020年まだももクロ続いてるかどうか分かんないけどね。もしかしたら解散してるからこんな感じになってんじゃないの。アメリカから帰ってきて、そして帰ってきた後も全然混沌してないっていうね。なんかありそうだな。まあとりあえずこのイニングマネなのでしっかり抑えてどうぞ。はい、三振。さあここから誰で行くか。斉藤のリレーで行っちゃう、どうする、やっちゃう。あー、どうしようかな。いやもうここはやっぱ勝ちを優先しないとダメなので、宮軍に行ってみようかな。あとは CP にお任せだからね。マー君の勝利を消さないように。はい、7点目入ったね。援護くれてる。もしかしたら坂本秋山あたりがよくやってくれたのかもしれないね。はい、チームは7対3で無事勝利ですね。そしてマー君はこれで今季初勝利と同時に通算100勝ですね。斉藤とマー君リレーっていうのも実現させたかったが、点差も点差だったんでね。まあこの先まだまだシーズンの戦いはありますし、マー君も当然投げるわけですから、この先実現といきましょう。まだシーズン始まって3カード目早いだろ。実現するのを楽しみは後に取っておくんだよ。同年代の坂本もタイムリーとか打ってくれて、マー君助けてるし、秋山もそうだね。88年代のプレイヤーが活躍してから勝てたんだ。100勝目を挙げたマー君の通算成績、現在このようになってますね。これ日本時代のみですからね。防御率 2.38、 1326イニングを投げての100勝36敗、勝率もえげつないよね。やっぱ神の子ですから勝ちまくってるんだよね。でいろいろと見ていくと、完封数とか完投もえげつないし、奪三振も多く取ってるしでね、まあもうほんと通算で見てもかなり素晴らしいピッチャーだということはわかるでしょ。他にもね、100勝に届きそうなピッチャーっていうのがいるわけですよ。メッセンジャーあと3勝をあげれば通算100勝目なんですね。なのでまあそのチャンスが訪れたらですね、この動画でもメッセンジャーを操作して100勝目をあげれるようにしていきますわ。今日勝ったことによってチームの連勝記録っていうのが5まで伸びました。この5という数字は去年の最多連勝にもう並んでますからね。さあこの数字がどこまで伸びるのかはですね、今後僕がまたプレイしていきますのでね、ぜひ期待してください。次回はですね、4月3日のヤクルト戦、このヤクルトと戦えば、セリーグの球団と一巡したことになりますのでね、こちらの3連戦プレイ予定になります。お楽しみにね。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。